イスルギ駅は、富山県小矢部市イスルギ町にある、愛の風富山鉄道線の駅である。小矢部市の代表駅であり、富山県内の鉄道駅で最も西に位置する。駅舎には、小矢部市民図書館が併設している。南独駅として知られている。かつては、下越能鉄道下越線の起点駅でもあった。新駅舎と南北自由通路が2018年11月27日より、 利用開始された。駅舎に併設される図書館について、小矢部市は2015年12月14日には2018年度末、完成、2019年度初頭に開館の予定であると発表していたが、後に2019年4月に着工し、2020年3月26日の利用開始となった。1922年当時のイスルギ駅構内、下越鉄道線が工事中である。 単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線、京二面三線のホームを有する京城駅である。単式ホームの一番乗り場側の北口駅舎に改札口があり、それぞれのホームへは古線橋で連絡している。古線橋にはエレベーターが設置されている。南口にはエレベーターが設置されている。自由通路でつながっている。愛の風と山鉄道直営駅で、 経営移後も引き続き緑の窓口が設置されている JR 北陸本線時代末期は富山地域鉄道部の管轄の駅であったかつては駅構内でキヨスクが営業を行っていたが JR 西日本系列のコンビニエンスストアステーションピットチャオに転換その後2014年に閉店したが2015年9月に小矢部市内の民間企業が新たに出店したまた 1948年創業のうどん、そば店、麺類食堂も営業を行っている。駅構内には他に観光案内所が開設されており、待合室及び、便所の設備がある。愛の風と山鉄道転換後の2015年3月26日から、愛国家及び相互利用を行う交通系、IC カードでの利用及びチャージが可能になった。2018年11月より、 利用開始した、京場駅舎は、外観は、メルヘン建築を象徴する、レンガ調で、エレベーター等の屋根は、ハブゴ国八ワタグをモチーフとしている。1階には観光案内所と多機能トイレ、2階には、改札口、駅事務所、待合施設、交流施設及び、自由通路が設けられ、駅南口から直接駅へのアクセスが可能となった。また、市内の社会福祉法人、 啓明会及び手をつなぐとミ屋が運営するレリエンが設置される。面類食堂は同年12月より北口駅舎のそばに移転し営業を続けている。また南口には新たに駐車場が設けられた。旧駅舎は解体され、2019年4月より旧駅舎土地に図書館の建設工事を開始、2020年3月26日より利用開始された。 図書館は駅舎と一体化した建物となっている。2017年3月の新旅客案内システム導入に伴い、2016年に制作された親部べイメージソング、親部で見つけましょうのサビ部分のアレンジが到着メロディとして使用開始された。1975年当時の当駅周辺航空写真あたり駅における貨物取扱いは、 1984年2月1日に廃止された。1923年1月23日付、鉄道広報号外によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。 1967年7月1日現在における、投駅接続の専用線は、以下の通りであった。1970年10月1日現在における、投駅接続の専用線は、以下の通りであった。1983年4月1日現在における、投駅接続の専用線は、以下の通りであった。2018年度の1日平均乗車人員は1557人で、ある。 各年度の1日平均乗車人員は以下の通りである。イスルギ市街地には新州大屋派を中心に数多くの寺院群が点在する。公共施設など、文教施設主要企業、商業施設公共施設など神社、仏閣主要企業、商業施設開越のバスが駅前から以下の路線を運行している。このほか、親部市営バスが市内各地へ運行しておりが、 イスルギタクシーが受託しているほか、一部路線では、市内のタクシー事業者が受託する、乗り合いタクシーも運行される、かえつのーバス、あの風ライナーの隣の停車駅は、愛の風ライナーの項参照のこと、愛の風と山鉄道愛の風と山鉄道線、栗原から駅イスルギ駅福岡駅かえつの、鉄道かえ線イスルギ駅南イスルギ駅、ありがとうございます。